バレーボール V リーグ一部女子ファイナルステージ NEC3 対0トヨタ車体準決勝25日東京片柳アリーナレギュラーラウンド RR2 位の NEC レッドロケッツが皇后杯とリーグ制覇の2年連続2冠達成に王手をかけた連日24日の準々決勝で RR3 位の久光スプリングスを破って勢いに乗る RR6 位のトヨタ車体クイーンシーズと対戦。付け入る隙を与えないストレート勝ち、25から15、25から17、25から16、で、3日の決勝進出を決めた。ターゲットを絞ったサーブで守備を崩し、相手攻撃陣を機能させなかった。第1セット、S、は終盤に対代表のアウトサイドヒッター。 アチャラポーンが2本のサービスエースを決めるなど5連続得点で抜け出すと、セットカウントから小笠里ナのバックアタックで選手。第 2S は序盤から主導権を握ると、セッター塚田しおりがミドルブロッカーを使った多彩なトスワークで翻弄。翻弄、し、難なくセットカウントを練習した。第 3S も勢いそのまま、序盤に6連続得点を挙げると、 終盤にはアチャラポーンにこの日4本目のエースが飛び出すなど、危なげなくストレートで勝ち切った。日本代表で首相を務めるエース小笠里奈が、2本のブロックを含む両チームトップの17得点で牽引した。群馬、高崎アリーナで開催される3日の決勝は、この日の第2試合で行われる JT マーベラス、RR1 位、埼玉アゲオメディックス、 RR4 位の勝者と対戦する。